西鉄線系電車、筑豊電気鉄道2000系電車、筑豊電気鉄道2000系電車は、筑豊電気鉄道の鉄道車両の位置形式である。筑豊電気鉄道は開業以来、親会社の西日本鉄道からの乗り入れ車両だけで運行されており、自社では車両を保有していなかった。これを改め、筑豊電気鉄道発の自社車両として導入された、電車が2000系である。 1976年と1980年に投入された三両連接車2001から2007と1985年に投入された二両連接車2101から2118の2タイプがあるが、いずれも西日本鉄道からの譲渡車である。現在は二両連接車は全廃され、三両連接車のみが残る。三両連接車は各編成とも A 車、B 車。 C 社に分かれており、A 社は、筑砲の大型側の戦闘車でパンタグラフを装備する。B 社は、黒崎駅前側の戦闘車で、C 社は、中間車である。西鉄福岡市内線の第一次廃止により、余剰となった1 3 0 0系4編成と1 2 0 0系、1編成の、k 5編成を1976年10月に、譲り受け、二両連接車の 2001AB2005、 AB として、使用開始した。この5編成は、翌1977年10月に、北九州戦線,線系に編成と福岡市内戦線,線、系1両の車体を改造した中間車を組み込み、3両連接車の2001アッコブ2005アッコブとなっている。1980年には、北九州戦線,線系3編成を改造した3両、連接車に編成を増備し、 K7 編成となった。中間車は北九州線に存在していた線形三両連接車と違い、車体長が長く扉があるため重量が増している。このため電動機を5 5ットのものに交換している。三連加改造時より西鉄天神大無田線に線系のような黄色地に赤帯の塗装を施されており、光電と呼ばれている。また、 2001から2005は竣工当初は全商灯が総下一島のままであったが2006.2007登場時に全商灯が微灯と一体型のケースに収められて左右に配置された2006.2007は北九州戦線系の中でも福岡市内戦線型に近い形態をした最終グループを改造したため全面中央窓1枚 大型方向膜という主社時代の特徴を色濃く残している。大きな改造としては1984年から1985年にかけて冷房改造が行われたほか、1990年から1998年にかけて更新工事が実施され、窓が従来の上段 H ゴム指示固定、下段上昇式から上段加工。 下段上昇式のアルミサッシのユニット窓に交換されるとともに上高口のステップを改造して床面との間の段差を 380mm から 290mm に縮めている。2004年には ATS 取付工事が行われ 2003A-1 のようにハイフンのついた番号になった。また、工術の塗り替えとほぼ同時。 または先行する形で2001から2005の全面、中央窓のワイパーを相下に移設、同時に全面窓も髪型に移動したため2006.2007と同じスタイルとなった。これにより2001から2005と2006.2007の相違点は方向膜のみとなった。また2015年春のニモカ導入などに合わせて順次改造工事が施されている。 以下のように車内の設備を更新している。なお冷房改造時よりすべての編成にブラウン管テレビが設置されたが、2003年頃に4編成が液晶テレビに交換され、残りの3編成はテレビが撤去された。現在はすべて3000型に移設し撤去している。テレビでは初期の頃は NHK の地上波放送を流していた。1990年代は、 福岡大英ホークスのプロ野球中継が始まると、チャンネルを変えることもあった。その後、ビデオによる自益案内や沿線企業の CM などが流されるようになった。末期にはビデオテープから DVD に変更された。2007年度から2008年度にかけて、レインボー電車と称して7編成全車をそれぞれ虹を構成する7色に塗り替える計画が発表された。 その第一弾は2001編成の紫で2007年10月28日から運用を開始した。なお、レインボー電車となった編成には前面左下に西鉄グループのロゴがドア横にレインボー電車の概要ステッカーが施されている。2008年度末に完了とされていたが映画おっぱいバレーの撮影に使用された2004編成は この編成のみの特別日程が組まれ、塗り替えをせずに運行されていた。2009年12月4日、最後まで残っていた2004編成も緑色に塗り替えられて営業運転を開始。これをもって、光電カラーは消滅した。本形式の特徴として、中間車にも車掌台を設けている点がある。ラッシュ時を中心に混雑する動線において、 乗降時間の短縮のためラッシュ時には、中部車掌が乗務する、運転士一名、車掌二名乗務の運行を行っていた。本来は、中間車のドアは乗車専用であるが、中部車掌乗務時には、中間車でも降車できるようになっていた。車掌二名乗務時には、後部車掌は、後部車両のドア操作のみを行い、中部車掌が中間車と先頭車後ろのドア操作を行う。 発車時は中部車掌から後部車掌に合図用の電子ブザーが鳴らされ、その後後部車掌から運転士に電令合図を送っていた。中部車掌は合理化により順次縮小され、2003年11月には午後の中部車掌が廃止、そして2008年2月には朝のラッシュ時における中部車掌も廃止された。として黒崎駅前駅に係員を配置し、 引き続き黒崎駅前駅に関しては、降車時間の短縮を図っている。2012年3月のダイヤ改正により、運用削減のため余剰を生じたことや減便、5000系の投入により、現在稼働しているのは2003編成のみとなった。なお、2018年3月のダイヤでは、平日の通勤ラッシュの時間帯にに往復のみの運転となっている。 2016年3月ダイヤ改正から3000型や5000型で実施されているワンマン運転は統計式では実施されていない2000計画車両の現況は下記の通りである2003編成は2018年8月6日から11月12日まで長期検査と延命措置が実施され映写正面と下り線側面が 地鉄開業当時の西鉄車両の標準塗装であった西鉄マルーンとベージュのツートンカラーに B 車正面と上り線側面が3両、連接下当初の高電塗装に変更された。a b 車が福岡市内線1300線系、C 車が北九州線線0系、AB 車が福岡市内線線2 0 0系、C 車が福岡市内線線0 a C 車ともに、 北九州戦線線形つては A 社が黒崎駅前側 B 社が築豊の大型側を向いていたが1985年に廃止された栽培町のデルタ線を利用して現在の向きに修正された2105編成二両連接車は2101から2118の18編成が在籍していた各編成とも A 社 B 社に分かれており A 社にパンタグラフを装備していたが、産業連接車と異なり、A 社が黒崎駅前側、B 社が筑豊の上方能型側となっていた。西鉄北九州線の輸送力調整により、余剰となった線型を譲り受けしたもので、ほぼ無改造のまま使用された。1985年に譲り受けした15編成は、当初は元の番号のまま使用されていたが、 1987年3月に3編成を追加譲り受けしたのとほぼ同時に改版され2100番台を名乗る。改造車である3両連設者と区別する意味で2100型と呼ばれることもあった。塗装は北九州線時代の赤色地にクリーム式体のままで赤電と呼ばれていた。西鉄時代には冷房、暖房とも設置されていなかった。 2114から2118を除き譲り受け、時に暖房が設置されたが、最後まで冷房改造はされなかった。18編成が在籍していたが、1988年から1996年にかけて2110から2118の9編成が、3000型に台車や機器を転用し廃車となり、2101から 2109? もう1995年以降、ダイヤゴーリカにより順次廃車されていった。最後は2103編成のみが残り、使用休止中の札が貼られて、黒崎車庫に留置状態だったが、2006年6月に、超低小電畜道路面電車開発計画の試験車両として、川崎重工業に譲渡された。このため、2100型は、形式消滅となった。 2101から2103は1988年から1989年にかけ産両連接車と同じように窓をユニット窓に改造する工事が実施されていた。このうち試作車として最初に改造された2102は全面両側の窓までアルミサッシュのユニット窓に交換されて異彩を放っていた。 1021.1022031 10から1035.1046から1051.1058から1061.10362101から2118客室内の通風改善のためカドカーマーケティング発行北九州市大川2009にて記述あり http://www.nishitesu.co.jp スラッシュリリーススラッシュ2009スラッシュ oshirase スラッシュ 091204.pdf 地区放電気鉄道遠隔日本初かも二つの顔を持つ電車。開業当時塗装。西鉄マルーンベージュ初代2000系塗装。 放電復活11、12より運行開始します。筑豊電機鉄道公式 HP2018 年11月5日。ありがとうございます。